友達を運んで。人、人、人。その家は人でいっぱいでした。イエス様が来られて人々を教え、病気を治していたからです。誰もがイエス様を少しでも見たいと思っていました。そこにある人々が歩けない友達を連れてきました。イエス様には友達を治す力があると信じていたので、友達をマットに乗せて運んできたのです。その家が人であふれていたので、その人たちは中に入ることができませんでした。そこで友達を運びながら平らな屋根に登り、屋根を壊し始めたのです。そして屋根に穴を開けてしまいました。家の中にいる人たちはこれを見て驚きました。屋根の上の人たちはそこから友達を人々の真ん中へと吊り下ろしたのです。その人たちはイエス様が友達を治してくださると思っていました。ところがイエス様が友達に言ったのは、あなたの罪は許されていますという言葉でした。ユダヤの教えの先生たちは嫌な気持ちになりました。罪を許せるのは神様だけだぞ。先生たちはつぶやきました。人の罪を許すことと歩かせることはどちらが簡単ですか？イエス様は聞きました。私には罪を許すための神様の力があります。そのことを示すためにこの人の足も治しましょう。マットを持って歩いて家に帰りなさい、イエス様は言われました。するとその友達は言われた通りにしたのです。連れてきた人たちもそこにいた人たちも大喜びでした。この家は神様を褒めたたえる心でいっぱいになったのでした。無料ダウンロードができます。子供聖書アプリ